こんにちは。今回は平成7年度1995年灘中学校1日目四角1の計算問題となります。灘中学校の計算問題として難易度だけ見るとそんなに難しいものではないです。ただ一つだけ注意してほしいことがあります。それが何かなっていうことを考えて計算してもらえたらなと思います。それでは今から問題を流しますので、問題を解く人はその時点で動画を止めて考えてみてください。さあ、算数の問題として四角1、一番最初の問題ですね。丁寧に計算して確実に合わせたいです。まず、括弧の中ですね。ここから計算していきましょう。0.9-7分の4。10分の9-7分の4ですね。70で通分して、70分の63-70分の40。これ計算して70分の23ですね。最初から計算どういう風になるかっていうと、6分の7。かける70分の23。で、これが1と12分の7、12分の19ですね。割り算なんで、ひっくり返して掛け算。19分の12。これに四角を足したら、95分の40。こういう計算になりますね。ここも計算の前に約分できるところ約分しておくと、7と70、これで割って10ですね。6と12、ここ割って2。2と10で5ですね。5×19 すると95なんで、ここ95分の23。それと四角ですね。これ足すと95分の42。そんなに難しくないですね。分母揃っています。ということは四角に入る数、42から23引いて95分の19。この年が1995年の問題です。1995。あ、年号が使えてる数字になってる。あ、これで正解だな。ここで答え95分の19っていう風に変えてしまうと、これ間違いですね。これ約分できます。約分忘れては計算途中っていうことですから、×になってしまいますね。ちゃんと19で約分して、5分の1、こういう風に答えてくれたら正解です。どうしても入試の一番最初なんでね、1995年、これだったら1995絡んだような数字が出てくるんじゃないか、こういう風に考えながら解いてしまうと、ここで止めてしまうと計算途中になってしまいますね。ちゃんと落ち着いて答え出てきたもの、約分できるかどうか、きっちり確認して答えを出すようにしてください。別にこれ1995年に限らないです。どんな年であってもその数字が絡んだ答えが出てきてしまうと、そこで思考停止してしまって、そのまま答えを書くんじゃなくて、もう一回きっちり答え書くときに、この答え本当に合ってるかな?ちゃんと確認してから答えを書くようにしてください。はい、今回は以上です。よろしければコメント、高評価お願いします。